ボクシングのレフェリーボクシングにおける審判員はボクシングのルールにのっとり試合を管理するものを指す。レフェリーとも呼ばれる。リングに上がり、競技規則の範囲におけるすべての権限を持ち試合を司る。試合ではノックダウンやバッティングを瞬時に判断したり、反則行為を見抜いて注意や減点、失格を言い渡す役割を担う。また、試合を止める権限を持つのも、 主審のみである、ジャッジとも呼ばれる。リング下の最前列に座り、採点を行う。なお、主審の判定には関与せず、規定ラウンド終了時の採点結果を下す。プロの世界王座戦では3人配備される。それ以外の試合は2人配備され、主審も採点を行うが、近年は、主審の仕事量を減らすべく、ノンタイトルでも3人制の試合が増えている。アマチュアでは、 国際大会や全国大会で5人、それ以外の試合では3人配備される。ボクシング審判員の資格などは、プロアまで、仕組みが異なる。プロボクシング審判員の資格は各コミッションが認定することで審判員として活動することが可能である。さらに、世界王座認定団体及び、地域王座認定団体の認定を受ければ、世界王座戦及び、 地域王座戦での審判も可能となる。日本では日本ボクシングコミッション試合ルール第3部第24章に適定。25歳以上を対象として欠員等が出た場合に限り募集をかけて試験を実施する。試験合格後、訓練期間を経て晴れて審判員資格を手にすることになる。審判員は能力及び経歴に応じて A、B、 C の3クラスに分かれ、A 級はすべての試合、B 級は原則として6回戦まで、C 級は同じく4回戦までに従事することができる。アマチュアボクシングはクラスによって認定試験実施団体が異なる。C 級は都道府県連盟、B 級は地域連盟審判長、A 級は日本ボクシング連盟それぞれの審判委員会が、 実施する認定テストを受けて合格することで資格を得られる。国際試合の審判資格はアジアビューロー及び国際ボクシング協会の試験を受けた上で認定となる。ありがとうございます。